こんにちは。今回は平塚競輪場で開催される G1 オールスター競輪の展望予想を配信したいと思います。まずはちょっと今年の G1 ここまで3開催開かれてるんですけれども、ちょっと前半戦を振り返ってみたいと思います。2月の全日本選抜競輪は北井祐希選手に前を任せた、郡司浩平選手が優勝。5月の日本選手権競輪は平原康太選手が優勝で、6月なんですけども高松宮杯は今度は郡司浩平選手が前で先行して番手の北井祐希選手が G1 初制覇ということで、前半戦を振り返った限りは神奈川勢の躍進ぶりというのが非常に目立ったなという感想です。で、この流れがオールスター競輪に続くのか、あるいは他のラインがこれを止めるのかというところが焦点になると思うんですけれども、やっぱり、平塚競輪場で開かれますし、ホームアドバンテージというところもありますので、この流れはやっぱり大きくは続くんじゃないかなと思ってます。神奈川勢の層も非常に厚いですし、今回は北井選手、郡司選手以外にもホームバンクの松井光佑選手も加わりますし、ここにですね、静岡の深谷智弘選手も加わって、勢力的には非常に今大きな勢力になっていると思います。この流れを断ち切るというか止める可能性があるとすれば、今回、中国ライン非常に期待してます。っていうのもパリ五輪出場組から、太田海也選手、中野伸二選手、小原優太選手が凱旋出場するんですよね。で、特に太田海也選手に関して言えば、ネーションズカップで金メダルを取ってますし、これ今日ですね8月3日の収録なんですけれども、まだパリ五輪の自転車競技が終わってないんですよね。もしかすると、パリ五輪の、太田選手、中野伸二選手、はスプリントと競輪とチームスプリントに出場するんですけれども、メダリストとして今回オールスターに出場する可能性だって十分にあると思ってます。で、太田選手がその勢いでもし勝ち上がった時には、ここにですね、S 班の清水宏斗選手、松浦雄二選手が加わって強力なトリオになりますので、もう考えただけでもワクワクするラインですよね。ただ番手に関しては清水選手と松浦選手はここまでも、その時々で前後は入れ替わってますし、もしかすると松浦選手が番手というパターンもあるかもしれません。ただ近況の流れでは清水選手が番手を回る可能性が高いのかなと思いまして、ちょっと今回、先取り予想ということでちょっと新聞もどきのものを作ってみたんですけれども、本命はですね、やっぱり北井選手、前回ですね高松宮杯で先行して、G1 初制覇北井選手にさせてますし、今回は北井選手が前で戦うんであれば、番手の郡司選手を連れて目いっぱい先行するんじゃないかなとなれば、やっぱり優勝に一番近い位置はここなのかなと思ってます。最高なんですけれども、太田選手の活躍ありきというところはあるんですけども、もし、太田選手、清水選手、松浦選手っていう、ラインが、実現すれば、番手の清水選手、あるいは番手を松浦選手の場合には松浦選手の逆転優勝っていうところも、ちょっと可能性としてはあるんじゃないかなと思ってます。それとですね、この強力な戦力を持つラインがお互いに先行争いで消耗戦になった時、この時にはやっぱり脇本雄太選手、古性優作選手の近畿勢の一幕に、特にこの平塚バンクのグランプリ、を脇本雄太選手まくりで勝ってますので、イメージは持ってると思います。なので前段がちょっとやり合ってしまった時には脇本選手の逆転 V っていうところもあるんじゃないかなと思ってます。ちょっと、ピックアップ選手として上げておきたい選手もいるので、ちょっと近畿からですね、最近、以前は自在なタイプとして見てたんですけども、近況完全に先行まくりに戦法を戻して、特にもう先行で結果を残している的場近寄選手にちょっと注目してるんですよね。で、的場近寄選手が、勝ち上がるようですと近畿勢の厚みが増しますので、脇本雄太選手や古性優作選手も非常に、優位に戦える可能性があります。なのでちょっと的場近寄選手にも、今回さえ注目しています。ガールズケイリンなんですけども、ナショナルチームからこちらも佐藤美奈選手と太田龍選手が出場します。スピード勝負に持ち込んだらこの2人が優勝争いをリードしてしまう可能性はあるんですけれども、問題はですね、コンディションですよね。パリ五輪からこのオールスター競輪っていうのは非常に間がないので、時差ボケであるとか、疲れであるとか、あるいはピークを五輪に持っていっていて、その状態でオールスターでどのぐらいのパフォーマンスを発揮できるんだっていうところがあると思うんですよ。なので、その辺をつけ入る隙というか、そこをついてくるのが児玉碧選手とか坂口風花選手になるんじゃないかなと思ってます。それからちょっと注目している選手は、先のパールカップで優勝した千葉の石井貴子選手、非常にクレバーな選手ですし、チャンスをつかんだら逃さないところがあるので、勝負強い選手だということですよね。なので、ちょっと回る位置というか、位置取り次第ではチャンスが巡ってくるんじゃないかなと思って注目しています。以上です。今回は最後までご視聴いただきありがとうございました。